はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。そうです、甘神ですね。やっていきましょう。そういえば、やっぱインターレースは解除できてないですね。いろいろいじくったんですけどね。まあ、むしろ今この設定だとインターレースって多分解除できてないと思うんだけど、すでに。おはよう。うわ、出たよ。おはよう、あやつりさん。気持ちのいい朝ね。しらしらしい女だ。ちょっと寒いけどね。それじゃ、一緒に教室行こうか。そうね。やっぱ人前だからね。今日も一日頑張るぞって。 テンションが落ちるようだ。で、そうですね。そうするとなると、あ、会話しかないか。これは違う。ね。そうするとなると、編集ソフトをこの PlayStation 2だけ、例のね、AVI-UTL に変えて、インターレーションだって。解除っちょうていうどいいのを。ところに。ちょっと時間が空いてるんだけど、私とおしゃべりしてくれる？私とおしゃべりしてくれるなんてね、言われたことないけどな。でも今の言い方ってなんだか命令されてるように聞こえたんだけど。て私のものでしょ？ああ、そっか。それにこれはお願いだから命令じゃないわ。そうなの？物は言いようなのよ。うるさいわね。そうですね。じゃあ楽しい話をお願いします。それは強いられているんじゃないか。よし。よし。安牌ね。安牌ですね。IG さんの子供の頃の夢って何だった？到底叶わないようなことよ。お姫様かな？そうか。子供の頃の夢だもんね。ええ、そうね。R はありませんでした。夢を持っていませんでした。ダメか。ね、みんないろいろやりたいこと、なりたいものはサッカー選手とかさ、警察官とかお花屋さんとかね、あったんだけど。そう。俺、本当になくてさ。まあ、昔も話したんだけど、ね、隣の子がサッカー選手だったから、俺も便乗してサッカー選手って書いたけど、全然ね、別に好きじゃなかったんですよね。もし、宝くじで一等が当たったら、何に使う？そのもしに答えたら、私に何の得があるのかしら出た、ね。始まったよ。そうだね。ごめん。なんで謝るんですかね。あ、そういえば、R の地元の宝くじ屋さんで一等が出たらしいですね。7億円だったかな。まゆつりさんは、賑やかな場所と静かな場所、どっちが好き？静かな場所。どうして？本を読むにしても勉強するにしても集中できるから。この会話には彼女に何の得があったんですかね。これ以上は会話の無駄だな。そうだな。あえてここはクソ外しでいきたい。テンション下げたかったんだけどな。あやつりさんって休みの日は何してるの？勉強、読書、掃除はほぼ確定ね。あとは時間次第で買い物とかお茶を飲みに行ったりとか。ブルジョワですね。ハードスケジュールだね。そうでもないわよ。休みの日なんだから休もうぜ。あ、そろそろ授業の時間ね。え、ああ、もうそんな時間？私としてはもう少しあなたとお話ししてもいいんだけど。ありがたい話ですね。そういうこと。それじゃ、また。ええ、またね。この録画ソフトの方でインターレース解除してるはずだったんだけど、でもそれができてない。これ編集ソフトでできるんですかね、ちゃんと。普段使ってる編集ソフトはそういう機能がないんで。でもね、昔 DVD で録画してた PS2 やってるんだけど、インターレース解除してなかった気がするんだよね。その際に一切、ああ、誰も、そのことについて触れる人がいなくはないと思うんだけどな。
でも線が気になったことってないんだよな。やっぱやってたのかな？ん？梅原が手招きしている。とりあえず行ってみるか。結構気になるんだよね。トゥームレイダーそのうちやるからさ。待っていたぞ、心の友よ。はあ、なんだよ。いや、実はな、高橋先生に教材を運んでくれって言われてんだけどよ。ん？あ、手伝ってほしいんだな。おうよ。まったく仕方ないな。すまね、助かるぜ。任せろ。こーら、こんなところで油売ってたの？おやじさん、なんだよ。今日はいいの手伝いをしてくれるって約束だったでしょ。え？もしかして忘れちゃったの？え？なんだ、お前あやつじさんの手伝いをすることになってたのか。それならそうと最初に言ってくれよ。まったく気を使いやがって。おかしいな、そんな約束してたっけ。ごめんね梅原くん。いやいや、まったく問題ないよ。そう、それじゃあ悪いけど彼を借りていくわね。どうぞどうぞ、しっかりこき使ってやってくれよ。うん、そうさせてもらうわ。じゃあ行きましょうか。ああ、これはどういうことなんだ。ねえあやつじさん、ん？僕って何か約束してたっけ。今からするのよ。ああ、何？そう、梅原くんには申し訳ないけど、あなたは独占させてもらいます。独占禁止法を発動してもよろしいですか。そんな不安そうな顔をしなくても平気よ。仕事は山のように用意してあるから。いや、そういう意味じゃなくて。どうしよう、なんだか逃げた方が良さそうな雰囲気。あの、実は今日用事が。ねえ、え？もうあなたしか頼れる人がいない。そういうことなら仕方ないな。嘘よ。一瞬で元に。女の子って怖い。ほら何してんの、早く行きましょう。もうさ、スーパー労働力なんだけど、ついてくと地獄が待ってるんだろ。あれ、お仕事の増量が希望かな。だったら態度で示さなくても言ってくれれば。すぐに行きます。え、どうなってんのこれ。ついて行っても行かなくても待っているのは地獄なんだな。ああ、このシナリオどうなっていくんだろう。ビシ、俺がただこき使われて死ぬだけなんじゃないのかな。いいのかな。まあ、このゲームはあまりカットするところがないんで、ね、編集、ね、あ、はい？編集してもいいんだけどね、全然。ああ、今帰り？そのつもりはなかったんだけど。もしかして、まだやること残ってんの？うん。けど、また今度やるからいいわ。おお、平気なの？たまにはね。じゃあ、一緒に帰ろうか？なんだこいつ。それにしても、あやつじさんが仕事をそっちのけにするなんてね。珍しいとでも言いたいの？うん。その口に何か詰めてほしいみたいね。何がいいかな。やっぱり二人になるとこっちなんだ。少し話がしたいなって思っただけ。話をしよう。ここでいいかな。え、そんな込み入った話ですか。で、話したいことって。もしかして相談とか。ついに僕もあやつりさんに頼りにされるくらいに。もう噛んだからいいや。口に詰めるものは何がいいかしら。なんですかね、なんか液体がいいですね。そうね、冬なんでね。ほんとね、この人ガチで何を詰めてくるかな、逆に。
なんか鉛とか詰めてきそうで怖いんだけど。さて、はい、心なしか距離が、うん、率直に聞くわ。はい、私のことどう思ってる？え？あ？な、なに？なんて？あやつりさん？やっぱりあなたって愚直ね。予想通りの面白い反応だわ。え？自分のことよく分かってないんじゃなかったの？今のはただのおふざけです。心臓に悪いね。そう？じゃあ面白みは削って本題ね。おう、よろしくお願いします。最初からそうしてくれれば。手袋かわいいね。そうね、どう言えばうまく言えるのかわからないんだけど、あなたは自分の存在が私に影響を及ぼしてるのはわかってる？何？やっぱり気づいてないか。何言ってんだ？丁寧に説明すると、私にとっては不思議なことだったの。あなたが損得感情なしに私のそばにいるってことがね。え、損得感情の感情ってお感情なんだ。俺あの嬉しいとか悲しいとかの感情かと思ってた。そうなんだ。ええ、でもあなたがいて楽しかった、嬉しかった、それでよかった。そこに不安を覚えるまでは。不安？あなたがいなくなる可能性。いなくなる？そう、いつまで一緒にいられるのか。まあそれはまああと1年足らずかな。今2年生だもんね。私は今の生活を失いたくない。例え話にしてもそう思うと怖いの。だからってずっとそばにいてほしいなんて私には言えない。そうなの？そうでしょ。だって私とあなたの間には何もないんだもん。何もないというか、なんだろう、まず隔たりがあるよね。そんなことないと思うけど。でも証明できるものはない。違う？何、なんか証明書ですか？いくらでも作りますけど。だから私をあげる。ん？わかるでしょ。いや、わかるけど、わかんの？え？本当に？ええ。その代わり、今あなたがいる日常を私にちょうだい。そうそう、どういう日常か。日常？こういう時はどうすればいいんだ。よく考えなきゃいけないような気はするんだけど。だって、まずい、わからない。え、だってここ、なんだろう、まあ、橘くんがまず分かってないね、これ。俺も分かってないし。何？あの、ガチのお付き合いを、所望されてるの？仮にそうだとしても、始終関係だったとしても、日常、どっちがいいんだろう、これ。分かんねえな。分かんねえな。と言いながらちょっとね、一回録画を止めて、さっきのね、編集ソフト AVI UTL でインターレス解除っていうのをやったら、確かにね、解除できてましたので、うまくいけば、ちょっと今回はファイル形式とかを変えて、線がない甘紙が出てくるかもしんないね。うまく編集できればね、音合わせとか。なんであのソフトが使いやすいって思うのかな。非常に使いづらいんだよな。Mac 派なのかな。日常。ここはもう激流に身を任せた方がいいのかな。自分でよく分かってなくても、開けますくださいで、こういうことなのよっていうの、行き当たりばったりでいいかな。うん。ああ。ありがとう。そうだよ、僕だってあやつりさんが
そうだよね。基本的にもう今、アル君は立花さんじゃなくて、あやつりさんをちょっと押してるんだよね。いいわよ。はい。いつでも。よし。行くぞ！すごい。あやつりさん、唇が震えとる。こいつはいいぞ。なんだか夢みたいな。心臓が壊れちゃうかと思った。え？っていうか、なんで？なんでこんなにポンポンポンっていう展開なの？契約成立ね。うわ、まずい、魔法少女になっちゃう。死ぬかもしれない。その含み笑い、ちょっと怖いよ。嫌い？今となっては、そうでもないかな。そっか。ねえ、一つだけ僕から言えかな。ええ、どうぞ。さっき、あやつりさんは僕がそばにいる理由が不思議だって言ったよね。そうね。でもさ、あやつりさんはその答えを知ってるでしょ。え？え？自分でも言ったじゃない。一緒にいると楽しいって。多分、そういうことなんだよ。なんだ。あやつりさんってちょっと変わってるよな。こんなこと誰でもわかるはずなのに。そろそろ帰ろっか。うん、そうだね。契約のキスか。あやつりさんらしいというか、なんというか、僕といて楽しかった、嬉しかったか。でもそれって、そういうことだよな。もしかして、あやつりさんは、え？お前そこ、ててて、ーん。なんか、またちょっと俺とは違う、あるけど違うな。なんか、ねえ、一般的にわかるようなところはわからないけど、このあるくんレベル高いな。意識高いわ。何分？ 4 分。さっきので20分くらいだから。ちょっとは女の子と仲良くなった？もうワンテンポやっちゃえばいいか。せっかくだ。もうあと10分、10分、10分、32分。やれんのか。はい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 。あ、大丈夫だね。やれんだろう。次の会話でアタックをかけて。このゲームはね、いいね。キミキスを昔実況やっぱ見てたんだけど、行ってきます。キスをするまでが長いみたいなのもあったし、なんだっけな。まあ、昔のね、ときめきメモリアルなんかは、お前らいつまで遊んでんだよっていうのもあったしね。あやつりさんが笑顔でやってくる。こっち来んな。あれかな、こっち見んなからのドドドドドドみたいな。はぁ、どうにか落ち着いた。どうした？今の授業中ずっと我慢してたんだ。トイレが空いてて本当に助かった。さて、教室に、ん？あやつりさんじゃないか。ん？なんだ？ん？うん。なんだこれ。僕の日常をくださいって言ってたのは、もしかして。え、ちょっと、どういうこと？ここ？ここ？え、人間万事諦めが肝心。
即ダッシュ、今ならあるいは。嫌な予感がするけど逃げられないだろうな。え、一日中拘束されるってこと？ほん、リアル日常っていうか、私くしの時間を全てあなたに捧げなければいけないんですか？死ぬかもしれない。野生の勘がそう言っている。それならむしろ、いやー、ちょうどよかった。僕あやつりさんに会いたかったんだ。あら、キル、私もあなたを探してたのよ。やっぱりね。これって運命かな。食物連鎖のね。何か言いたそうな顔してるけど。その表情たまらないわね。その表情もなかなかですよ。ところで用事があったんじゃないの？そうだった。この間授業で集めたノートが理科準備室にあるんだけど。ああ、教室に運ばないといけないのか。そうなの、一人だと持ちきれなくて。いいよ、じゃあ早速行こう。うん。よし、これで全部かな。うん。あとはこれを運べばいいんだね。うん。あやつりさん、そうね。なんだろう、少し普段一緒にいる時も猫かぶってない感じがするよね。少し、でもこういう時も角が取れた感じがする。あやつりさん、え、持たないの？途中から持つわよ。どんなだよ、これは。さすがにあなたの見せ場を取らないようにしてるんでしょ。そんな見せ場はいらない。まあ、この程度の手伝いで助かったよ。想像してたならもっと、どんなですか、石像を運ぶとは。何をぼーっとしてるの。ほら、行くわよ。あれかな、お手製の火炎放射器を作るとか。ああ、ちょっと待ってよ、これ一人じゃ無理だって。あやつじさん、ひらがなで行く。よしよしよし。お、おにゅう。ん、イレギュラーか。大丈夫大丈夫。選択執行猶予可能。あれ、これなんだ。あ、これ放課後か。強制イベントがなければまあ問題はなかろう。むしろあの星が大事だ。ここの会話はあら、つなぎで言っとこう。ん、お話でもいかがって顔ね。いやー、でもね、あなたって単純だからわからない方がおかしいわよ。あ、そうですか。あのキスで何かが変わるかと思ったけど、変化なしか。何？ううん、なんでもない。どんな話をしようか考えてたんだ。行き当たりばったりだな、こいつもやっぱり。お、世間話ありがとうございます。ねえ、前に言ってたあやつりさんの増えた趣味って？ん？言わなくちゃわからない？え、あ！それとも蒸し返すことで私を誘ってるとかかな？ありがとうございます。ま、あんまりいじめるのもどうかと思うし、今のは聞かなかったことにしてあげる。うん、そうしてくれると助かる。なんでそこで、お前そこハートだろう、そこはハートだろう。まあいいや。そしたらどうしようかな、勉強とかやってく。あ、そうなんだよね、別にいやいやじゃないんだよね、この人はちゃんとやるんだよね。休みの間に出される宿題って、初めにやるか最後にやるか迷うよね。初めにやれよって言いながら最後にやるぐらいじゃないか。私は出された日に始めることにしてるわ。それはすごい。そうだよね、前に、休み前にね、出されてそこでやっちゃうのは一番手っ取り早いよね。他にやっておきたい勉強が山ほどあるの。宿題に手間なんてかけてられないわ。僕には絶対言えない。おっと、これ交換できないかな。本当に交換できないかな。あ、そうだ、
あまり運動にはあまり興味なかったんだっけ。ただ陸上をやりたかったっていうだけで。そうだな、俺もじゃあこの会話にはあまり時間を、いや時間はかけていきたい、時間はかけていきたいんだが、外しはしたくない。あ、大丈夫だ、こういうターン4だから、ここで外しても5のテンションマックスでいける。よし、大丈夫大丈夫だ。3までにハイを持っていければ大丈夫なはずなんだよね。あとはどんどんアタックゲーやっていけば、そう、大丈夫大丈夫、ここはもう失敗していい場所ですね。さあ食らいやがれ。多分ミドルとハイのアタックは違わないと思うんだよね。僕のことをどう思っているんだろう。お前そのさっきのキスの話はどこに行ったんですかね。思い切って聞いてみよう。どうかした？急に黙ったりして。ああ、その綾辻さんは。言いたいことがあるならはっきりどうぞ。綾辻さんは僕のことどう思ってるの？どうしてそんなこと聞くの？言いたいことがあるならって言ったのに。聞かなきゃよかった。まあ他の人とは区別して見てるかもね。本当に？嘘をついて私に何の得があるのよ。あるかもしれねえだろ。それより質問の意図を教えてくれる？ああはいはい、いや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 、言いなさい。もっと綾辻さんと仲良くできたらいいなとか。鈍感。おこれ新モーションじゃないですか。さっきのとはちょっと違うよね。迫ってくるスタイル。ああ、これは熱いわ。仲良くなれるかどうかはあなた次第じゃないの？これ以上仲良くなれることあるんですか？じゃあね。なんだ？海外勢なのかな？キスは挨拶みたいな。何だったんだ、綾辻さんからキスしてくれるなんて。何だったんだってことでもないだろ。お前も素直に喜べない怖さがある。ああ一理ある。あの人のことだからな、見返りを要求されそうだよね。平気な顔してね、見返り要求してきそうだ。あ、やることがない。お、ペペペッといかないところを見ると、ここ外すと俺の、甘神人生が終わると。挨拶をしてから帰ろう。ご挨拶。頭を下げるか、膝をつくか、やれるのか。あやつりさん、やっと来た。え？ねえ、今大丈夫？ちょっと付き合ってもらいたいんだけど。別にいいけど、どこ行くの？どこだろう。とりあえずついて、行くか。どこだろう。ゲーセンではないだろうし。あ、ここは、ここどこなんですかね。神社の。スタート地点よ。スタート地点。ね。ね、この奇妙な関係が始まった場所ですよね。はい。もしかして言いにくいこと？そうでもないはずなんだけど、うまく言葉が浮かばないのよね。あ、よかった。俺が死ぬかあなたが死ぬかのどっちかかと思った。ねえ、これ覚えてるでしょ？ん？
あ、手帳だね。あ、そういえば何が書いてあったんだろう。え、ライター？え？もう私には必要ないと思うの。どういうこと？前に進むには邪魔なのよ。あ、ちょっと、え、何、あやつじさんのシナリオって何なの？気合入ってんね。え、いいの？だって、え、もう手帳って何月まで？12月で終わりだっけ？うん、こんなものよりもっと大切なことがあるって分かってきたから、こうした方が言葉よりもシンプルだし。いや、だけど。いいのよ、これで。え？あ、でも結局、じゃあこれ、それ 何が書いてあったか分からないじゃないか。いつか教えてくれるの？私が伝えたいこと、あなたにはまだ分からないでしょ？分かりません。でも、そのうちきっと分かると思う。え、マジで？私のことを、もっと知ってくれた時にね。ああ、そうなんだ。だからそれまで覚えておいて。ここが私の再出発点ってこと。わかった、忘れないよ。ごめんね、時間取らせちゃって。うん、うん、別に。それじゃあ帰りましょうか。やっぱ神社ですかね。そうだね。あら、いいとこあるじゃない。再出発点か。山あいだよねこれ。寒そう。あ、星がついた。うん、何だったんだろう、あのメモにはね、手帳には何が書いてあったんだろう。もうそれを知る術がない、まあ、ないというか。あ、よしよし、それで普通に洗濯するだけでよかったのか。助かったぜ。いい笑顔だね、ニーニー。何か楽しいことでもあった？多分笑顔にはなってないと思うぜ。結構あの、この立花君の中にはなんだろう、疑いではないんだけど、疑問がすごい残ってると思うんだよね。よし、じゃあ今回これで終わりにしましょう。さあ、頑張って編集してくれよ。ご視聴ありがとうございました。